スコップね、必要でしょ。お風呂今掘ってます。おどうできた。あったかいあったかい。20度のぼせた。なんかお風呂みたいな。のぼせちゃったね。のぼせちゃうね。密だよ、密。これ怒られるよ、これ。あ、密だね。密だ。あ、露天風呂。しかも混浴だよ。じゃあ混浴でした。素晴らしかったです。はい、じゃあここからご飯を。あ、高いな。はい、じゃあ今日の参加者、皆さん、小森さんと岡田君、こんにちは。こちら石垣ポーターの石垣です。あれね、運ぶ人だよね。そう、今日のポーター。あ、まあちょっと名前の言わなくても大丈夫。現地のポーターの方です。藤井さん初です。イエーイ。じゃあ参りましょう。はい。あ、そんで私和田で参ります。はい、スタート。頑張るぞ。なんか刺さっちゃってます。刺さっちゃってるね。え、これ落とした方。え、落とした？いや、ある。あ、人生初のピッケルとグリベルのアイゼンと和漢です。まだ早い。なくていいってやつじゃなくて、それは後で CG で足しか晴れたやったー。雪山に来てる感じある。すぐ履けるかな。昨日来たばっかなんやけどめっちゃ手間取ったら俺2時やわ、そこで。あ、陽平選手今届いたことからね、初めてですか。しょうがない、今届いたからあ、それ重大だよ。あ、それ先にやらないといけない。昨日届いたから、そのなんかポチポチみたいなのがあって、シューズの長さに合わせておかないと。ここがそういうこと、パルト上がるので、やで自分の靴のサイズに合わせないと。ごめんね、2時間かかる。さっきもらって。無事大和運輸から到着した。サイズがなんかちょっと合ってませんけど心でカバーしたいと思います気持ちでカバーしたいと思います。ちょっと緩くない？でもこういうもんだと思えばさ、初めてだから知らないからさ、大丈夫です。やり方がわかんないから。よし、ピッケルあるし、滑って。あ、そうそう、ピッケルあるからでも手には持ってないんだよね。胸のところで止めれば大丈夫。YouTube 見ましたね。勉強はしてきた。ちょっと次アイゼンのヤマトさんが遅いから。今届いたからね。ちょうど来たから大丈夫。箱もなかった説明書なかった。アイゼン装備したらテンションが上がっております。めっちゃ綺麗。すごっ。登りたいし、アイゼン履きたいし、届けてほしいしすぐ来た。うわ、すごい。そうね、なんかさ、あいつと感じ悪いと思うよね。なんかさ、そんなんじゃ乗らないよね、被写体。せっかく映ってやろうと思ってるのに。なんかさ、あれだよね、なんか嫌な人だよね。いいね。綺麗だな。はい、皆さん並んでください。僕後ろですか？後ろですね。はい、なんとなくそんな気。なんとなくそんな気しましたよ。なんかやって。構えたのに全然一人でやったらダメなやつやん。もう一回言ってもらえますか？もう一回言ってもらえますか？無駄になっちゃったんだけど。取れてんのこれ？取れてる。取れてなくていいんだよ、こんなの。はい、じゃあもう一回行きましょう。この山を行きましょうかね。はい。もうね、僕のあいつ全然あさっての方見てる。いや、もう必要なんじゃないの。そうだね。あとで見て。声だけ入ってる。ひどい方向見てんじゃんみたいなことを。そうですよ。大丈夫。いいよ。これマジで映ってないよ。今戻ってきましたから。今写真撮りです。今いいの撮れました。今いいの撮れましたんで。あそこに登っていくわけ。安全線があるからさ。電線の向こうぐらいです。さすが。プロだからね。そうだね。で最悪フォトショップしちゃおう。禁断の手だけど。それでいいじゃん。そう。思い出を熱唱してる。入ってる？それ本当に。いいんだよ。5秒で諦める。諦め癖半端ない。そんなことない。割り切りの速さ。そう。未来に向かってるから。未来に向かって。今準備でお尻しか映ってない僕のカメラに。前でいいです。むしろ上のやつ後ろしか入ってない気がする。いやほらそうね。いや入ってる多分。入ってる？よし。これは今回ちょっと音声だけじゃなかった気がする。はい行くよ。早く片付けて。厳しい。急に厳しくなった。なんておしゃれな場所に。なんかずるい。でもみんなそっち行ったら今度あんま意味ないよね。ぐっとこらえなきゃここは。誰とんのみたいになっちゃうじゃん。ダメだそこはこらえなきゃ危ない欲望に負けて向こうに行きそうになっちゃった。よく来られた。なんかよく分かって今すごい今日なんか持ってるいいはい3合目入りまーす。3合目入りましたよ。あすごいこれ2歩でわかる。何なんかボソッと言うなんかわやばこれやばいね。つけたったぞ足跡。じゃあまた音声だけ入ります。音声入ります。音いただきます。諦めてる。切り取ってます。おしっとちょっと血が流れる。血を流します。じゃあ俺もそうするわ。血が。流れてる。アピールポイント。アピールポイント。いりますか。はい。学んだじゃん。しょうがないです。なんかすごいガイドさんみたい。なんかいいですか。いいよ。どんどん。すみませんいただきます。いいよ。気にしなくていいから。気にしてない。はい行くよ。入ってる？音声だから。あっちは音声なんだから。何も気にしなくていいから。めっちゃ押してくる。気にしなくていいのめっちゃ押してくる。あげたのとかも全然。今日初めてピッケル使った見て。使ってる。もうこんな始まってるから。もう今日取れた。ちゃんと取れたよ。みんなの笑顔が取れた。素潜り得意だからね。純平ちゃん。潜ってもらえればコーラありますんで。はい5合目。はい、5です。はい、おめでとうございます。はい。5っぽい顔してください。5っぽい。さすが、ガイドさん違うな。5の顔までしてくれる。でも、メインに映ってるよね。映す顔じゃないから。そうか。ちょっと俺のやだから、ここにいるから。ちょっと待って。それダメでしょ。参加しないとダメでしょ。ちょっと待って。なんでつかないの？大丈夫？疲れてない？大丈夫。ゆっくりね。前に倒れるの多いな。おかしいな。はい。大丈夫です。これが音声取ります。音声取りますね。はい、音声取ります。綺麗だ。イエイ。はい。お疲れ様です。ガイドさん2人です。優秀なガイドさん2人です。チョコ配ってくれるから。チョコまで配ってくれるから。はい、純平丼ソロです。膝が痛い。膝が痛い。絶好調です。ガイドさんありがとうございます。いつも。もう2歩です。嘘つき。もう2歩です。はい、それでは人生で初めてのピッケル出します。これはいるやつだよ。これもいいでしょ。絶対いるでしょ。いよいよ。やっと。やっと出番が来たよ。ピッケルの。え、みんな使わない？俺も使うから。ついに使う時が来た。なんか全然使う時ない。なんか大蛇が投げやりなんで。使ったらいいやんか。なんで？キラキラしてる。それは大切だって使いたいんだ。そしてね、そう分かんないねこれなんかどこでも行ける気してきた。これ持ったらすごい様になってた。もうなんか今日いい。もうこれ 100% もういっちゃったな。おいおいさよなら。陽平ちゃんここに来ないと。みんなここに来てよ。疲れたから休憩ポイント作っといたの。ほらみんなのために。上をまだある。この角度伝わるかな。到着です。やったー。だいぶ来た。激しい人たちと。エビすげえ。いや、だいぶ頑張った。来ましたよ。着いたでー。長蛇の列。もうここまでで5時間待ち。これ誰設計ですか？誰設計？藤井氏が設計。設計さん。今日設計さんです。共同設計。お家にいるのが辛いんだよね。なんでかっていうと、お尻が冷たいから。めちゃくちゃ努力したんですよ。頑張った。だって20度あるはずだよ。おかしいじゃん。ヘリ。すごい。来た？ここ映画みたいよ。歩いてくるとそうそうそうまあこれから降りないかんすけどあと僕はちょっとこれまだもうちょっと使います。もうちょっとないからね。まだもうちょっと、はい、ガッと止めないと危ないですから。うわ綺麗。あそこ、そう俺直あれは滑るじゃなくて落下だって、落下すごい怖いんだけど、これこれ救助されるやつだよ、危ないやつだよこれはだからガイドが言ってたんだからアイスいないよ、こんなのもう滑ればいいから。準備 OK。 怖い怖い早いでしょ。制御不能制御不能ですめっちゃ怖いよ。そうです、脱線してこっち来た。怖い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 。あのハの字は天才的作戦だねこれ新しいのを開発してるレース分かってきた。はいめっちゃ速いんやけど、やべやべ速い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 。これは片足に滑りはね片足に滑りお願いします絶対危ない、絶対危ないいいほら結局最後片足フォームになるからね。よし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 いいね。はい、あ V 字全然いけますよ。全然ですか。自分取りながらねこれはいいですよ。曲がってそういやいやマリオかなヒーローの最後お疲れ様です。お疲れ様です。あれだあれ一人ない、一人足りない、一人ないぞ、一人ない。はあ膝、板尾だ世界を救ってきたから。そうだ。地球を救ってきたから。そう。夕日に照らされてさ、哀愁がさ、救ってきたのか負けたのかどっちかだよね。まあ、ちょっとギリギリ倒しました。最悪かな。はい、今回は初めて雪山、伊吹山に登ってきましたけれども、ですね、メンバーがたくさんいたのでめちゃくちゃ面白かったです。雪山はですね、ただ次の日の筋肉痛が半端なくてですね、まだまだちょっとですね、練習が足りないなというところがありましたので、これからも頑張って登っていきたいと思います。ありがとうございます。